今朝、内子町の山中で男性の前にイノシシが出てきました。男性はイノシシに何度も突進され、指の骨を折る大けがをしました。イノシシは現場から逃げ、行方がわからず、警察が警戒を呼びかけています。今日午前8時ごろ、内子町立山の山中で近くに住む60代の男性が道を清掃しようと落ち葉を拾っていたところに、 イノシシが出てきました警察によりますとイノシシは男性に何度も突進した上左手に噛みつき男性は指の骨を折る大けがをしましたイノシシは現場から逃げ出し行方が分かっていません通報を受けた警察は付近を警戒するなどし注意を呼びかけています